福島県日本松市成田日向付近国道459号は、新潟県新潟市から福島県双葉郡の三重町に至る一般国道である。1993年4月1日に施行された国道で、400番台国道では唯一日本海側と太平洋側を結ぶ。ただ、奇襲点ともに内陸部の山地まで重複区間が続く。 新潟市中央区東館原グに阿賀町津川館は国道49号との重複区間。道町津川から分かれて北側に入り、鹿野せ地区を経由して JR 万越再線、阿賀野川とほぼ並走する形で福島県境を越える。新潟県から福島県藍津地方にかけてのほとんどの区間については道幅が非常に境外でカーブ、崖、 急な上り坂、スボトンネルなども点在する。また、JR 万越西線、徳沢駅の周辺は強路であり、蛇行したカーブが多く民家があるため、見通しが悪く、時間帯によっては路線バスが走ることもある。このように、国道459号には未整備区間が数多く点在することから、至極きつい国道と揶揄されることもある。 阿賀町の各新地区より先にあるトンネル、橋梁群は、和月名で付けられている。新潟県新潟県横雲バイパス、阿賀の茂、黒瀬新潟市港南区明け町阿賀野バイパス一部、橋梁済、阿賀野市六の瀬自社市も黒瀬、自社市も黒瀬は、未開通当初、六の瀬、自社間は、安田バイパス、自社から、市も、黒瀬間は、 水原バイパスとして整備が行われていたが、市町村合併に伴い計画を統合された。洋は、改良東神原郡阿賀町黒岩津川。福島県宮古バイパス、北方市大和町方来の区間は、福音教唱で、急カーブ、断崖が続く路線で、当期には、だれの危険性もあった。2003年度からこの区間を、トンネルで迂回する全長2 2の、 バイパスが事業化された。終点側700メートルが先行開通し、2006年11月27日に全線開通した。見頃バイパス旧山郡山都町と旧北方市の境にある大型車すれ違い、混乱箇所と異常時通行規制区間の解消のために事業化された。2004年度までに起点側1.4キロメートル。 終点側 0.7km が共用され、残る区間の整備が行われている、道路施設土湯バイパス国道115号との重複区間である、二本松バイパス二本松一名市ランプ二本松市、歌舞伎ミニインター。国道四号との重複区間である。西神戸の高区2005年に合併し、二本松市となった旧二本松市と、旧足立郡岩城町各地域とを結ぶ、 重要な路線であるにもかかわらず、共愛で急カーブが続き道路交通の安全性が損なわれていたことから、合併後の地域間の連携を強化するために市町村、合併支援道路整備事業として2012年に事業化された。起点側の特に線形の悪い部分のバイパス化と、残りの区間の拡幅による線形改良が行われる。バイパス部分は2018年度に、 その他の区間は2021年度の開通が予定されている。道路施設地元の要望に応え既存の道路をつなぎ合わせたルートなので、重複区間が多く存在する。トンネル、編集北方市山和町市川に位置し、一級水系阿賀野川、水系早川を渡る。橋上は上下対向に車線で共用され、歩道は設置されていない。 福音が強症で除雪が不可能なことによる陶器、交通不能の解消と、線形改良による安全性向上のために、従来の橋梁の北側にかけられた。総工費は1億6030万円北た方、市場三の宮町に位置し、沢入り宅を渡る。福音協調、旧カーブ、陶器交通不能の解消のための改良事業の一環として建設された。 総工費は1億2515万6000円。北方市大和町市川にて一級水系阿賀野川水系の支流であるバーサワーを渡る。福音教書、悪戦系区間で安全な交通の確保と冬期間の除雪が不可能であったことから道路改築事業が行われ、それに伴い加強された。総工費は7623万5000円。 日本松市だけ温泉1丁目から四丁目にまたがり、一級水系阿武熊川、水系原瀬川支流の深堀川を渡る、竹温泉の交通確保と陶器の渋滞解消を目的として、当時の主要地方道本宮土井温泉線のバイパス化に合わせて建設された。竹温泉で地域独立国として企画されたニコニコ共和国が共鳴の由来であり、 文化のための1%システムに採択され、ニコニコ共和国の国旗やシンボルであるリズやコスモスが、親柱にデザインされている。総工費は3億4500万円。並江町津島アザ大高木に位置し、二級水系受戸川と並行する旧国道399号である町道を渡る。東詰めは津島アザ大高木と南津島あざ大工機の大ア坂境となっている。 橋上は上下対向2車線と国道399号へ向かう右折車線の計3車線で共用されており、上り線側に福音2.5メートルの歩道が設置されている。津島バイパスの整備に合わせ建設された、右岸側川兄弟にラーメン式を採用し、ちょうどの交通が確保されている。走行費は1億5900万円。道の駅、 編集国道459線並江町和府の通行止め地点2011年3月11日に発生した東日本大震災とそれに起因した福島第一原子力発電所事故により道路線を通過する並江町は計画的避難区域に指定されたこの時点では通行が規制されていなかった2013年4月1日に避難区域の再編が行われ 浪江町和府から室原までの区間が帰還困難区域に指定され通行止めとなる。2017年9月20日午前6時をもって帰還困難区域内の内国道114号との重複区間全区間の通行止めを解除。2018年8月2日正午にも一部区間の通行止めを解除。ただし、帰還困難区域内は自動車のみの通行に限られており、歩行者、 自転車、二輪車の通行は禁止である。新潟県阿賀町加野瀬付近福島県北方市、松山町付近 ABCDEF2015 年4月1日、現在、ハット ABCDEF、表26一般国道の路線別、都道府県別道路現況。道路統計年報2016、国土交通省道路局。P26、2017年5月6日閲覧。 東北の道情報、国土交通省東北地方整備局道路部、国土交通省東北地方整備局ホームページ、国土交通省東北地方整備局、2017年11月8日閲覧。見頃バイパス事業再評価の結果引く、国土交通省東北地方整備局平成30年度事業、別評価長所福島県土木部日本。 工業経済新聞社福島県のトンネル北方建設事務所福島県土木部福島県の協梁平成12年度版福島県土木部福島県の協梁平成10年度版福島県土木部福島県の協量平成10年土版福島県土木部平成28年度協量点検結果福島県土木部福島県の協量平成2年度版福島県土木部 福島県の橋梁平成15年度版福島県土木部波江4路線の自由通行再開国道399号など利便性向上に期待福島民有ニュース福島民有新聞社2018年8月21日閲覧国道114号20日から自由通行イコール期間混乱区域を通過 福島2017年9月15日、ありがとうございます。